トップガバリです。スニーカーハッスルハッスルということでね、はい、本日はね、最近ね、ニューバランス、ね、また行ってきたんですけど、まあね、あの新作がね、やっぱりこう気になったんでね、あとまあどんなんがあの調子いいのかなってのも気になったんで行ってまいりました。それではどうぞということでね、はい、最近ね、やっぱりニューバランスめちゃくちゃ調子いいじゃないですか。もうどの年齢層でもニューバランス入ってるってやつですよね。人気のね、327ってやつですね。はい、こちらね、まあちょっとデザインがそれから個性的感あるけど、でも結構ショップの店員さんとか履いてる印象が僕は強いんで、なんかね、こう若い子履いてたらね、あ、これ流行ってんのかなー感でね、結構調子いい感じしますよね。あとね、ド定番の996ですね。まあ、何のニューバランス買っていいか分かんない人は996がいいのかなー感ありますよね。はい、あと992、まあ、最近調子いいのは992ですよね。992もで、デザインもね、最近ちょっと面白いデザインのものが出てたりするんでね。はい、あと990もめちゃくちゃ調子いいですよね。最近結構990を履いてる人を見かけるかな。でこれもどの年齢でも履ける感があってね、いいと思います。はい、あと992のね、この色が可愛いやつがありました。あとね、1700、僕は1700が一番好きなんですけど、うん、でもこれちょっとあの USA だったかな、アメリカ製なんでちょっと値段がいいやつですね、高いやつ。あと1300、はい、まあ、ナイキのエアマックス、ニューバランスの1300っていうイメージで、結構1300のこう知名度はすごい高いですね、ニューバランスの中でも。あとね、あの90年代感あるこのスケシュー、ニューバランスのこれかっこいいですよね。僕的にデザインはすげえかっこいいなっていう印象です。つかね、ニューバランスにスケシューがあったことにちょっとびっくり風味感でした。はい、あと1500ですね。1700に比べて癖はないけど、ただ すごい癖が強いってわけでもない、ちょうどいい間あたりのデザインかな感です。はい、あとまあ576のこれスウェードかなとか、あと1500のね、こうレザーシリーズとか、あとトリコロールカラーのこの1500は前もあったのかな、前行った時も。はい、あと670、670もあったりとか、991ですね。991もね、結構かっこいいよね。欲しいんだけど結構いい値段なんですよね。はい、あと、ハラコシリーズですね。ハラコがね、まあ、あったりしましたね。あと、1500のちょっとこう、なんだろう、黒白とかそういう感じの色のやつ。はい。あとね、少し前に発売されて、すごい人気だったやつ。2002ですね。復刻部されたんですよね、何年かぶりに。それで、またブワーって盛り上がったやつ。あと、最近こう、じわじわと来てる BB550。550ですかね。はい、とかあったりでね、ニューバランスのね、この原宿店は面白いのが、あのサイズをこう測ってくれる、でどのスニーカーが合いますよっていうのをね、こう教えてくれるんですよ。で一応僕もね、こう足のサイズ測ってもらったんですけど、まあ、思ったよりそんな大きくなくて、確か 28.5 とか29とかで、でも僕の場合幅があるから、ちょっとね、こうわざわざ大きめの履いてんすけど、そうなんですよね。まあ、つま先が僕ね、当たっちゃうのかなんかね、気になっちゃうから、だから、こう、わざわざ大きく履いてる。そんな感じですね。だから31センチとか30センチとか履いてんだけど、あとね、幅がちょっと広いの、俺の場合足が。それもあって、大きいの履いてる感じですね。意外とね、やっぱりこう、知ってるようで知らないスニーカーがあったりするんで、すごい面白かったっす。はい。ということでね、本日はね、ニューバランス原宿行ってきた様子、お伝えしました。以上です。